母の日のプレゼントにぴったり、お花紙で作るカーネーションのリースです。花はお花紙16枚で作ります。蛇腹折りにするには型紙のオリコちゃんがあると便利ですが、なくてもできます。道具はクリップ、ホッチキス、ハサミを使います。まずお花紙を2枚重ねて 1.5 センチ幅くらいの蛇腹折りにします。オリコちゃんなら紙に挟んで手早く蛇腹折りができます。現在オリコちゃんはワークショップの参加者のみに販売していますが、自分で作ることができますので、 i カードか説明欄のリンクをご覧ください。端をクリップで留め、指を入れて2つ折りにしたら、輪になっているところにハサミを入れて引っ張りながら半分に切ります。クリップがついていない方から先に作ります。半分に折り、折り目の方を5ミリくらい斜めに切り落とします。端の部分は先が尖るように斜めに切ります。開いたら真ん中の折り目が V 字になっているので、そこが中心になるようホッチキスで留めます。そして2枚重ねになっているお花紙を破らないように気をつけながら、左右にしっかり開いていきます。ホッチキスで留めた反対側も同じように開きます。全部開いたら90度回します。最初に切り込みを入れたところが花の真ん中になります。もう一つもクリップを外し、同じように作ります。花が2つできたら、次のお花紙を2枚重ねにして同じように作っていきます。2枚重ねのお花紙8セットで16個の花を作ります。次は A4 コピー紙と色画用紙でリースの土台を作ります。 A4 コピー紙をこのように1回、2回、裏返して3回、さらに細く4回折ります。そうしたら一番短いこの部分で切り、そこから2センチ内側に入ったところを切り取ります。実際に切って開くと、このような八角形の輪ができています。八角形の外側の辺と同じ幅、約 8.5 センチに色画用紙を切り、それをさらに4センチ幅に切ったものを8枚作ります。細長く半分に折ったものに水のりをつけ、八角形の外側から挟み込むように貼ります。これを8つの辺すべてに貼って乾かせば、しっかりとした土台ができます。次はカーネーションの葉を作りましょう。幅約5センチの色画用紙をこのように細い三角に切ったものを16枚作ります。実際にはひっくり返しながら切るとやりやすいです。ハンカチなどを畳んだ柔らかいものの上に乗せて、太い方から細い方に歯の筋を描くと、歯が少しカールします。これを2枚ずつ太い方に糊をつけて斜めに貼ります。8個できるので、リースの土台のまっすぐなところ8箇所に貼ります。吊るすところを作りましょう。約4センチ角の色画用紙と長さ約15センチのリボンを用意します。ホッチキスと水糊も用意しましょう。色画用紙を2つ折りにして、輪にしたリボンの端を挟み込みます。そこをホッチキスで留め、リースの裏から水糊で貼ります。貼るところは角の部分です。後で気づきましたが、リースの表からリボンを直接ホッチキスで留めた方が早いです。角のところ8箇所に糊をつけ、はじめに作っておいた花を貼ります。これでも十分カーネーションのリースに見えますが、さらに花を二重に貼り付けます。
指で押さえると真ん中に穴が開いたようになるので、ハサミの先や鉛筆を使って押さえ、花びらが真ん中に集まるように貼り付けます。一つの時より随分ボリュームがアップして、よりカーネーションらしく見えます。リボンのところを壁に吊るして飾りましょう。真ん中に写真を貼ってもいいと思います。花の色やリボンのかけ方を変えて、お好みのアレンジをお楽しみください。